県内は今日も朝から気温が上がり、午前11時までの最高気温は会津若松で 33.2 度、福島で 32.7 度など15の地点ですでに30度以上の真夏日となっています。暑いけど水入ったら気持ちよかったです。アイス食べた。なんかお風呂ぐらいちょっと気持ちいい。あったかいってこと？県内はこの後も気温が上がり、予想最高気温は会津若松で35度、福島で33度などとなっていて、熱中症に警戒が必要です。この先の気温も平年を上回る日が多い見込みで、厳しい残暑が続きそうです。